皆さんこんにちは、ゆめみんです。はい、今回はディズニーオンアイスに来ました。私たちは人生初めてでございます、この子たちを含め。で、3年ぶりの開催らしいので、すごいワクワクしております。今日は東京初日の初回公演ですね。楽しんでいきましょう。どんな感じなんだろうね。寒いのかな。でね、グッズもね、実はね、結構もう買っちゃったんですよ。結構早く来て買っちゃったので、これ後で紹介しようかなと思っております。次の動画になるかもしれません。そうだ、買ったグッズの中でね、ちょっと身につけたいのがあるので、とっくんはこちら、ほら、押してみて。おー、ディズニー、まずいトイヤのバンバンバンを買いました。ちゃんとディズニーオンアイスって書いてあるね。そう、オンアイスって書いてあるの。で、イータンは、ちょっと待って、やったじゃん。あ、そう、トックはね、野獣講座ですけど、今暑くて着てません。いや、欲しかったもんね。あったほら、見て、イータンのは、はい、イータンこれです。ピンクになってる。持ってごらん、ポチって。ほら、光ってるよ。これもね、板につけてあげようと思います。これ、カチューシャ。カチューシャ、かわいいっしょ。いいじゃん、どうですか。あら、いいじゃない。いいじゃんね。あ、ちょっとね、あいにくの天気なんですけども、ちゃんと感染症対策もね、しっかりして楽しく鑑賞していきたいと思います。それでは行きます。落ちちゃうよ、また。落ちちゃう。入ってきます。行ってきます。はい、渡らせてください。手出してくれる？はい、ありがとう。手、パーです。パー。もみ。当ててパース。はい、ありがとうございます。じゃあ、当ててパース。はい、ありがとうございます。こんにちは。チケット確認します。来年のやつ。おー、いいやん。落ちた。今日はコスチューム特典の日なんで、だからね、コスチュームね。こんな感じだ。3本買っていただきます。ありがとうございます。お子様はお二人様です。ありがとうございます。来てもらって、こちらプレゼントになります。あー、じゃあこちらプレゼントになります。やった、ありがとうございます。ちゃんとありがとう言ってね。入ったんですけど、すごいグッズがここにも売ってます。めっちゃすごい楽しみです。行ってきます。行モアナと一緒に。こんな感じで先輩です。こっちです。どうぞ。こちらです。なに、食べてて。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。どこにゃ、ここ、めっちゃいい席じゃん。めっちゃよくない？真ん中、ど真ん中だよ。こんな感じで、ここが北 E ブロック6列の景色です、ね、こんな感じで。間もなくですよ、楽しみだね。ここで氷の人を見ます。エルさんの氷の書。まず何？エルさんの氷の書を見ます。トクもさ、トクバズ出るから気に入りだな、だいぶ。イーさん、エルさん大好き。そうだね、エルさん出てくるからね。エルさんこうやってた。こうやってたの。あ、もう楽しみだね、本当に。エルさんが滑るの。エルサが滑るの。そうなんだ、エルサが滑るの。楽しみだね。お水なの、氷なの。氷、そうなんだ、うん、パパ、このお花までしてください。そう、お口とお花しか。あらららららら、お口でもある。さあ、何が、いくらそれで。1900円。ああ、まあそんな、そこだな。もっと高いと思ってた。ただ飲み物はオレンジジュースしかないから。オレンジジュースね、こぼさないようにね。これ、インタ
子供が飲めそうなのお茶かオレンジジュース。出て拭いてから。ご飯食べて終わったらちゃんとマスクつけてね。私はコブスワース、羊頭です。ところであなたは？あ、失礼。ベルと言います。ああ、ベルさん。気は進みませんが、何かご用がございましたら、何なりとお申し付けください。少しお腹が空いたの。さようですか。あいにくですが、この時間、お城のキッチンは閉まっておりまして。コブスワース、呆れたやつだな。囚人じゃないよ。私の登場シーン何度も見たくなるって。もちろんバズのが一番かっこいいぜ。わあ、大変ほほう、おかえり、恐竜のお出ましだ。ちょっと待って、俺を忘れるないよ。忘れるわけないだろう、ハム。ウーティー、わあ、危ない、非常事態発生。そんなで、俺たち今からどうする？ママ、ちょっと部屋に行ってくるから待ってて。アンディだ。ねえママ、モールに寄ってくれる？学校でいるものがあるんだ。よかった。危なかったな、焦ったぜ。さあみんな、箱に戻っておとなしくしてようぜ。無限の彼方へ。
もう分かってるって。さあ行くぞ。ここから始めるよ。僕がせーのって言ったら反対側まで一気にウェーブしていくよ。せーの、ヘッドアップ。おお、すごいすごい。いいねいいね。後ろのみんなも遅れないで。おお、いい感じよ。ドキドキだ。今度は反対方向にいくよ。せーの、ウェーブ。おお、ドキドキだ。最高だね。波をずっと一人見つめてた。何も知らずに、そうよ、期待に応えたい。でも気づけばいつもどの道を進んでもたどり着くとこは同じ。許されないの憧れ。私はモツネイの。俺は英雄さ。あ、何？マウイ、姿を変える者、人であり風と海の神、人間どもの英雄。途中だったな、頭から行こう。俺は英雄。はい。あ、私はモツネイの。ごめんごめんごめん。ちょっと念のためだが、どんな人間でも守る。そうさ。さあ言わせてくれよ。コンサート会場みたいなんだ。あーね、グフィ、そのギター何か特別なギターみたいだね。ただの古いギターじゃないかも。地図によると、次のヒントは読むね。ギターがとっても上手に。このサンタセセリアに行きましょう。リメンバーミーの世界、準備はいい？君はね。
エルサね、来てるからこの後に出るかも。もうね、エルサが楽しいんだね。エルサね、ほぼ鳥に近いんじゃないかなと思ってる、山までのさ。いや、もうラインナップがね、豪華すぎるね。どうだった？楽しかった？でも何がいたの？バジュー。ウティもいたね。これ回してたらうるせって。ね、よかったね、こうやってこうやって、ちょっとね、高さ足りないからこうやってこうやって隙間から頑張って見てました。トンポン、楽しんでました？トンポン、楽しんでました？まだこれからやるよ、ほら綺麗にしてね。休憩なんだって、休憩。綺麗、綺麗。うまさの生かしたフック船長様だ。さあここでするのよ。拍手拍手。素敵、最高。何をしにここへ。この間抜けな手下どもがやっと手柄を上げたんだ。ティンカーベルの魔法の杖を盗んだ。船長、これで世界の魔法は船長の思いのままです。じゃあティンカーベルの杖をもらおうか。さてどこにある？杖ですよね。誰かがここに入れたかも。どれどれ、魔法の杖どこにしまったんだろう。うう、食べかけのツナサンド、ツナ杖、ちゃんと違う、家族のベルト。おい、船長、その何と言いますか。久しぶり、元気してた？
パパのご飯に行くと、これに行くが始まらない。ラプンツェル出てきたね。サプライズゾーンで、しかもラプンツェル白雪姫、日本用の推しの、すごいね。2人とも推し、楽しかった。以上をもちまして、本日の公演は全て終了いたします。